出身のシンガーソングライターである。音楽一家のもとに生まれ幼少期からピアノを習い始める。2009年、オブル名義で制作されたヨーロッパデビューシングル、ジャストソがドイツのテレビ CM に抜擢され、一気に評判を高める。2010年、デビューアルバム、フィルハーモニクスをリリース。デンマークアルバムチャート7週連続1位を獲得した、他、 ヨーロッパ各国で大ヒットを記録。シングル、リバーサイドは、グレーズ・アナトミー・コイの解剖学のシーズン7.16話にて使用された。また映画、光の方へのサウンドトラックとしても使用され、デンマークの映画賞、ロバート・アワードで、ザ・ベスト・ソング・オブ・ザ・イヤー2011を受賞した。2011年10月、 アデルやマムフォードサンズが受賞したヨーロッパで優れた成績を残した新人アーティストに贈られるヨーロピアンボーダーブレイカーズアワード2012を受賞した。2013年10月、セカンドアルバムアベンティンをリリース。本国デンマークの総合アルバムチャートで初登場1位を獲得。また、全英アルバムチャートでも63位にランクインした。ありがとうございます。